パーイ、キャンプに、キャンパーイ、キャンパーイ。ヤマトパーキングエリアで、はい、地球儀さんとみっちゃんと合流して、そうっす、買い出しして、三者合同のコラボ、コラボキャンプ、コラボキャンプ、コラボやえか、やえらしいですね。やっていきましょう。あの人の番がありますか。いましたよ、おじきっぽい。あれおじきっぽいっすね。おじきストですよね。絶対そうですよ。あ、じゃあす、あざす、あざす、あ、おやす、おじ、お願いします、お願いします。うんこついてる、うんこ、うんこついてるけど、とりあえず飲んどけ今。ありがとうございます。ありがとうございます。協力らしい、協力。その散歩は強いよ。鳥の糞でも平気だった。本当にもう一回、おめでとうございます。ありがとうございます。二人でお腹痛いっていう、それは速攻性があるから、はい、うん、空腹時にガッツリ飲んどいて、はい、了解です。これから買い物ですか。あ、これからパスタから。じゃあよろしくお願いします、うん、お願いします。楽しみましょう。野営地ですからね、楽しみですね。楽しみですね。野営地でみっちゃん料理、そう、どこでもみっちゃん料理。100メートルぐらい。おお。こっちで。持ってんな。持ってんな。あ、いいっすね。宴会会場。ここメインに。ここをキャンプ地とする。ここキャンプ地とする。ここキャンプ地とする。ここキャンプ地とする。いろんな、いろんな、これか、これか、正解どれだ、正解どれだ、正解はどれだ。お願いします。よし、始めようか。よし、やろう。じゃあちょっと一発、はい、乾杯やっときますか。あ、やっとこう。下の方だな。おばさん。酒しか出てこんぞ。酒しか出てこない。この店酒しか置いてません。酒しかありません。酒飲み。最高だ。よいしょ。よし、はい。お、割り込むなよ。押すなよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。ありがとうございます。至急。めちゃくちゃ美味しいんで。はい、そう。多めに。ありがとうございます。一番なんで。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そうです。はい、そうです。よいしょ。いや、これは絶対うまいわ。キャンプに乾杯。そして、キャンパーイ。お願いします。じゃあ、いただきます。いただきます。キャンパー返事。ん、うまっ、うわー、おじき好きじゃないですか。これめちゃめちゃうまい。多分おじきは俺の方が好きだわ。あ、マジですか。俺 IPA が好きなんだ。嬉しい。これはうまいな。これですよね。ごくごくいける。ごくごく。ほんとジュース感覚でいける感じだわ。そうなんですよ。7すげえ酔っ払い早い。そう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 。7%。7はちょっとずいっすね。ここ中心点ですね。そうそうそう。いいね。
これから受け継がれし。絶対どっかで出たと思う。よじゃあ今日はチキキさん素敵な場所ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ。そしてみっちゃん本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。たまらんってやつだな。たまらん。出るんだ。バシャン。今日チキユギさんたちに、うん、プレゼントがあるんですよ。おお。来たね。プレゼントですか。プレゼント。なんすか。え？おお。ヒューズフィールド。おお。おお。出た。すっげえ今俺の声響いた。こだましたよ。めっちゃ山にこだましたな。出た。呪いのやつ。呪いのやつです。十分です。すげえ。ああヤマトがずっと触っていたいっつのがわかるわ。いやこの肌触り本当。よく3人でキャンプしてて、うん、これ多分使わないとわからないんですよね。うん、なんか画面越しだとわからないんですけど、この後結構キャンパイを繰り返していくと、うん、もう3人にはぜひ。最高のね。ありがとうございます。これはちょっと使わせていただきます。いやもう、はい、早速このバカラ、はい、確かにこの肌触りずっとありがたい、ね、本当にこの袋もかっこいいもんな、はい、じゃあなんかこんないいものをいただいたお礼というわけではないんだけど、もう今日ちょっと気合い入れてきたから、はい、まずはこれ、木箱ね、やばいね。で次これ、最後これ、ぜひぜひ、もう多分これ飲んでもうまいと思うけど、ね、嬉しい、すごい。じゃあみっちゃんこれからよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。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 最高かよ。最高かよこれ。お待たせしました。この作りを食べている間にこれができるんで、これが沸く前にこれを食べていただいて、前菜的な、そう、酒を煽りに煽っていただいて、ありがとうございます。いただきます。行ってください。新潟の空へ。新潟空へ飛んでいこう。いや、じゃあいただきますよ。いや、とんでもない、とんでもない。これ白いからブリかな、うん、それで多分カンパチだと思うんですよね。これカンパチか、うん、カンパチかハマチだと思う。ハマチかな、ハマチか。おいしい、めっちゃおいしい。このままありがとうございます。盛り付けてくれてありがとう。いやいや、とんでもないです。うまっ。楽しかった。やっぱこれですね。あうまっ。あの、シェラカット、シェラ、はい、本当にこう減ってくるんだな。およお。シェラカップが欲しい。これ穴開き。そう、サイズ感ぴったり。こっちこっち。やばいねこれ。出ちゃってる。酔っ払ってるのか。出ちゃってる。出ちゃってる。ちょっともう一個いくつ、ちょっと一個いくつ、はいはい。ここで調整してる。だいぶ水分出るもんね。うん。薄くした。あ、そっかそっか。うん。おおおおおお。ミリモモルピいいよ。味見してあと何をどれだけ入れるっていうさ、うん、感覚だよね。
本当ですよね。めっちゃ飲んだ。グラフが頭の中に出てくるんですよ。棒グラフですか。棒グラフ。円グラフ。棒グラフでわかんない。あとこれぐらい醤油とかこれぐらい砂糖とか出てくるんですよね。いやすごいね。さすが。マスさん、3つあるんですけど、どれからいきますか。まずは、牧師からいきましょう。牧師、はい、真ん中の。真ん中の牧師から。牧師からいきますよ。いいですか。いっちゃいましょう。誇る。あらすごい。将軍だね、なんかもう。エッチですね。すごっ。エロめなやつを選んでみました。ありがとうございます。すごいね、マジで。よいしょ。よいしょ。生姜もシルク。なんだです。あ、なんか。おー。ナスね。プンプンプン。分かってる、分かってるね。会長から。会長から。会長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 から。会長。すいません。会長の経過。どうぞ。ね、値段握らって。カツオ会長。カツオ会長。おお、じゃあ総長、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 総書記、片手申し訳ないですけど、いやいやいや、ありがとう、ありがとうございます、こんないい場所です、あ、オッケーオッケーオッケー、おー、表面張力、すごいです、じゃあ表面張力、すごいね、じゃあゆうさんに合わせて、あ、ここに合わせて、あ、ここだ、はい、乾杯。あ、もたいもたい。なんだこれ。すげえ。お酒すごい。やっぱりうまいね。まあまあ。酔い冷めたもん。いや俺も酔い冷めた。逆に酔いが冷めた。逆に。だって山田錦だ。山田錦はもう。山田錦はもう間違いない。もう間違いない。高前のトップだからね。ね。すげえな。めぞ。中トロいただきます。どうぞ。あざっす。気持ち悪い動き出たな。気持ち悪い動き出たな。からのボクシーで。からのボクシー。最近その気持ち悪いのどこから見た。うまい。入るんで。うまいね。最高ですね。最高ですね。最高ですね。刺身食ってます？刺身いただいてます。本当うまいね。新潟。すごい。月がすごいな。月やってますね。あ、もう出てる。明るいよ。うん。どれどれ。一気に明るいんだよ。お、本当だ。すっげえ明るい。みっちゃん、満月になりそうなんですけど、みっちゃんが狼になっちゃいますよ、このままじゃ。ちょっと狼に。パオーン。お、ゾウかい。ほら。ツッコミ弱いな。ゾウかい。ゾウかい。あんだけ盛り上がってた昨日、うん、もうだいぶ減って、これでね、カツオだしとキノコの旨みが今相まって最高の状態になってる。やば。もうあの寒いですし、そうさっきからいい匂いしてるもん。寒いですしってずっと T シャツだから。説得力ないですよね。このジャケットと T シャツのさ、こちらは。あのキノコは。がっつり混ぜた方が絶対美味しいんだよ。絶対美味しい。それは一人だけ半ズレだもんね。説得力ないよね。あのキノコそれぞれの旨味が今混ざってるんで、みっちゃんが自己棒に見えてきたぞ。これも見えて自己棒っぽいわ。自己棒の製品思いついた。そなたの米だ。まずは、うん、キノコとカツオだしの旨味で味わっていただきます。はい、お願いします。いただきます。いただきます。だしがね、メインですよ。あー、たまらん。うわ、うん、たまるけど、うまっ、うまっ、うまっ。これうまい以外の言葉を言う必要がないよね。本当にうまいで十分じゃん。これが自然の力なんですよ。うめえ。あの黄金の、みっちゃんの引いた黄金の出汁が、やば。めっちゃうまい。黄金比率。うわ、自然の力だから。ち
回ってますね、あのなめこのとろみ、うんうん、なめこのとろみがあるから、確かにだしの旨みがそれぞれにあの絡まって、うん、美味しく感じるんです。へえ、そうなんだ。次どっち行きましょう。もう雪くらいしかないじゃん。雪くらい、雪くらい、うん、雪中貯蔵、雪中貯蔵だよ。大吟醸原酒、原酒いちご、いくら、いただきます。どうぞ。これ一番のおすすめ。これはもうまさ一番、俺一番おすすめ、うん、じゃあ継がせてもらおうか。あ、いいんですか。うん、もちろんもちろん。ありがとうございます。見た目うまそうかも。じゃあそっち行こう。いよいしょ、ありがとうございます。あ、こいよー、ありがとうございます。痛いよね。はいよ。はい、これみっちゃん流で、うん、ゆちゃん流でバランス取ってるんだよ、ね、表面張力じゃない程度。あ、オッケーオッケー。じゃあ今度はみっちゃんに温度取ってもらおうかな、ね、会長に。ありがとうございます、うん、簡単に、うん、それでは、はい、この出会いと、はい、この場所と、はい、この雰囲気、はい、ありがとうございます。いや、全ては感謝で成り立っていることで、はい、いい言葉。なるほど、感謝の敬ね。そうですよ、ね、うん、なるほどね。乾杯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 の敬だったか。乾杯の敬か。あ、これはこれですげえな、うん、また違うよね。すごい。さあ、ゆきくらでございます。ゆきくらでございます。これはすごい、舌触りすごいですね。じゃあ最初は、うん、ちょっとあのキノコをふんだんに楽しんでもらったんですけど、うん、ここからやっぱあのキノコだけでは男はね、もうちょっとパンチ効かせるってことで、うん、動物性タンパクを入れて違いを、いやーこれは楽しみだ、楽しんでもらって、うん、すげえことするな、みっちゃん。この料理ってこの段階で楽しめるっていうのがまたいいですよね。確かにね、うん、ストーリー性がありますね。そうそうそう、ストーリー重視の料理人だもんな。え、職業は、職業YouTuberだよ。ありがとうございます。ありがとうございます。これみんなあります？あります、ね、あるある。俺もなんか、俺もなんかどっか行っちゃった、どっか行っちゃった、どっか行っちゃった、どっか行っちゃったんだよ。あ、非常に呪物の呪いでなくなっちゃったんだよ。上手だね。そういうのも吸い取るわけ。そうそう、おじきもない、おじき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 ない。え、なんでなんで、これ開けてからこれ呪いや、呪い、それはもう主罪の呪いだよ。あるんですよね、そういうのが。飲まないと食えないですから。マサさんもないぞ。あれ？次じゃあ、あの、カメラ撮ってから。あ、じゃあ、そうしたうまみになるから。うまみを。おいおい、いただきます。ありがとう。ありがとう。これ、なんだっけ？マサさん。三つスタイルで。ありがとうございます。勝った。勝った。ありがとうございます。ずっとバランスがいい。はい。ミネトヤ。トースケ。トースケ。じゃあもうシンプルに。キャンプにキャンパー。キャンパー。ちょっとコラボだな。キャンパー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 。キャンプにキャンパー。それが一番気持ちいいかもしれない。これはこれでまた違うんだよな、うん、飲みやすいんだけど、ね、ちゃんと酒を味わえる、酒感がありますね、うん、酒感ある、いい、いただきます、いただきます、いただきます。あはー、うーん、めいちゃん、はい、いや、来たね、やば、これは来たね。空の日本酒、天才か。空の日本酒だよ。トウスケ、トウスケ、トウスケ来てるよ。トウスケ、トウスケ。これがあの和食の面白いところで、段階を踏めるっていうのが和食なんですよ。次々とな、変化していく。いやー、うまい、うまい、びっくりした、めちゃめちゃうまい、うまいね、ニット帽飛んでったもん。ないな、飛んでった、ニット帽飛んでったもん、飛んでった、みっちゃんのニット帽飛んでった。かぶってからいつめちゃくちゃうまいな。うまっ。腰の場合、いきます、お願いします。よいしょ、よいしょ、
よいしょ、また難波に入ってましたね。入ってましたね。お辞儀ついてもらっていいですか。うん、やりますよ。お、お辞儀します。ありがとうございます。これでけど。OK。はいよ。よいしょ。はい、次は。よし、じゃあキャンパイしようか。キャンパイしましょうか。じゃあこの出会いに。出会いに。俺まだ。総長から、総長から。総長からいただきます。えい。まだついてついてついて。あれとっとっと。キャンプに。キャンパイ。キャンプにキャンパイ。ああ。ああ、なるほどね。いいね、香り。あ、これもまたグガッとくるっしょ。すごいフルーティー。フルーティー、うん、あ、これはまた一線隠すの、ね、また違うっしょ、うん、フルーティーだわ、うん、原始ならではの、うん、山梨行っちゃったもん。これ、山梨行っちゃったもん、帰ってこい。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 お前、フルーティーだよ。あ、その経過、帰ってこいの経過。帰ってこい。帰ってこいの経過。経験。え、でもその経過は本当キャンパーイ。キャンパーイ。手殺し。手殺し。職業何でした？今俺？酔っ払いだよ。酔っ払いだよ。職業酔っ払いだよ。え、ちょっと待って待って。くっさ。酒くさ。言うな言うな。くっさの刑か。酒臭いの刑じゃない。すぐ言う。臭いの計画。こいつら小僧なら乗れることいじるんですよ。小僧が。小僧の計画。言うね。じゃあこの後はめちゃくちゃ盛り上がってる中で、ちぎぎさんのチャンネルにバトンを渡して。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。バトンを受けました。お、行きました。行きました。じゃあこの後は焚き火トークへ、はい、行きましょう。よろしくお願いします。